での安定感、これは本物だ。うわ、うわ、Hケースシルビア終了しました。臭い。飛行中の幸いドリキンに怪我はなく、あった人安心。いや、まあ怪我なくてよかった。我々スタッフは谷口の口元が引きつっているのを見逃さなかった。開幕戦には帰ってきてね。さあ、まだまだメーカーの開発テストは続いております。皆さんも頑張ってメーカーに挑戦しましょう。そして、まあこのメーカーもですね、いかに D1 グランプリが難しいか、この1年面白いんじゃないかなと思います。チケさんのマシンはですね、ちょっとこうワイドトレッドにしたせいか、足の強度的に曲がっちゃったんですよね。その辺がまあ